はい、今回蜜蝶の花々の蜜というものをご紹介したいと思います。これ、松次郎では代表的な商品の一つになります。花々と私どもでは名乗ってるんですけども、一般的にはよく百花蜜という名前で知られている蜂蜜になります。百花蜜と言いますのはですね、様々な花の蜜が、蜜蜂が集めてきたものが混ざってる状態の花々の蜂蜜と言います。この、蜜蝶の花々の蜜はですね、4月頃にですね、この辺三重県はですね、まず、桜の花が咲きます。桜の花が始まりまして、5月、6月にですね、黒金餅の木の花の蜜であったり、ハゼの木の花の蜜がたくさん取れるんですね。黒金餅ってあんまり聞き慣れないかもしれないんですけども、この黒金餅っていうのはですね、大変癖がなくさっぱりとした花の蜜でですね、まあ木の名前から黄金餅とも言われるぐらいの有名な神社仏閣とかにたくさん植えられてる花の蜜になります。この花の蜜をベースにですね、私4代目蜜匠である私の方がですね、丹念にブレンドをして仕上げたのがこの花々の蜂蜜ということになります。大変お客様にもご好評いただいております。まず一番多いお声としましては、とてもまろやかでしっかりとした甘みがあるということをよく言っていただきます。食べていただくとですね、お花の香りがお口にふんわり出てくるような感じですので、このが花々の蜂蜜の一番の特徴になります。それで、当然国産蜂蜜すごくお値段が高いんですけども、この花々の蜜はそのお値段にもなるべくお安くできるように意識してですね、お得な価格にさせていただいてますので、蜜蝶シリーズでは花々の蜜が一番人気の蜂蜜になっております。実際色をご覧いただいたらですね、蜂蜜のもう本当に色になります。ただかなりさっぱりというか透明度は高い蜂蜜になります。どのように使うのが一番いいかというお話なんですけど、もうこれは本当にオールマイティに使える蜂蜜でございます。どんな料理にも合わすことが可能なので、お砂糖の代わりに使っていただいたりとかですね、シンプルに本当にパンケーキであったりヨーグルトにつけていただいてももちろん問題ありません。和食の酢の物にかけていただいたりですね、料理のアクセントに使っていただくのもいいということで、まあなんせこの花々の蜂蜜一つあればですね、大抵のものに使える蜂蜜になりますので、私が自信を持っておすすめする商品の一つです。